毎度秋吉です。今日は麺活市にやってきました。ここ群馬県は館林市、豚骨ラーメンの博多屋台さんです。知ってますでしょ、この超人気店。行ってみましょう。 Let's go。やってきましたのは群馬県は館林市にあります豚骨ラーメンの名店博多屋台さん。豚骨ラーメンは博多ラーメンと屋台ラーメン、屋台ラーメンの方は豚骨醤油みたいですね。秋吉は博多ラーメンをチョイス。トッピングにネギ増し、メンマ、キクラゲ入れちゃいました。ご飯物や一品おつまみも充実しています。秋吉は一品おつまみを全部頼んでみました。こんな感じです。まずはこちら、ネギチャーシュー。お皿いっぱいに盛られた皿メンマ、味が染み込んでるのが見てわかるもつ煮、そして最後におつまみ角煮。これトロットロなの伝わるでしょ。さあ到着しました、博多ラーメン。ネギマシマシでございます。キクラゲやメンマも乗ってます。美味しそう。これが本当の豚骨ラーメン。さあ早速食べてみたいと思います。まずは麺から。いい感じの博多麺ですね。お、小麦のいい香りします。そしてご覧ください、ネギいっぱい。これをスープに浸して、スープも楽しみ。うまい。豚骨臭み少なめ、全くなくはないですよ。うん、美味しい。やっぱ麺美味しい。キクラゲもね、やっぱ増したいところですよね。美味しい、最高。そして今日はこの方来てます、おびつ先輩です。今日は何杯ぐらい替え玉するんですか。はい、ということで博多屋台の方行ってきてみました。豚骨全く臭くなくて美味しい大人気店、週末ともなると 2,30 人余裕で並んでるって噂です。皆さんもぜひ行ってみてください。館林にあります豚骨ラーメンの店、博多屋台、行ってね。今週もありがとうございました。来週も見てね。 Thank you。今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。